音入ります。入ってます。はい、はい、入ってます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？相沢さん。あー、ビュートでした。つけました。おい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 、すいません、つけました。開幕5秒でいなくなったかと思った。もう嫌になっちゃった。え、違う違う、今日は楽しみにしてきました。本当ですか？わ、良かったです、まあ、今回はね、ご協力ながら私がね、集めさせていただいたましたけど、はい、協力ながらおかしくなっちゃってるけど、ありがとうございます。なんか割と二人ともお久しぶりらしくて、お互い、まあそう、うん、はい、うん、まあ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 、はい、まあ、私レイド先輩はガチで久しぶりですね。まあそうだね、まあ話したは話したけど、うん、こういう形はもう半年、1年、ちょ、わかんねえ、わかんねえぶり。最近だからマジであんま人と喋ってない。あー、なんかちょっと違和感あるわ、今人間とコミュニケーション取ってるのは。え、本当ですか？うん、ディスコードとかのやり取りだったら大丈夫なんだけど、うん、あー、ちょっと喋るの難しいわ。あ、じゃあドキドキしてますね、もしかして。まあ、ある意味、おっと、あ、エマさん、このメンツを見た瞬間からドキドキはしてる。え、ちょっと待って、そこ二人ってどういう、いや、はじめ、いや、はじめましてっていうのもまたおかしい。配信コラボははじめまして、うん、あ、そうそうそう、そんな感じ。はいはいはい、なんか VCR とかで会ったことはあるみたいな。 ありますね、そんな感じ。よくエマさん来たね。え、なんで？いや、来るよ、来るますよ、そりゃ。なんで？いや、まあ結構ネオポルテの誇る危険人物だと俺は。まあ噂は今の認識だとね。いやいやいや、今のところ。え、さ、でも最近落ち着いてますよ、だいぶ私。いや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 、待って待って待って、ゴチ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 、ほんと？そうなんだ、ほんとっすよ。俺つい数日前にゴリちゃんと案件でイベント出た時に、いや、ニューちゃんがなんかすごかったねみたいな話聞いたけど。何やらかしたの？いや、それは単純に柴原カスタムの件ですよね、多分。まあまあ、そうそうそう、覚えがあるのは。何何何、柴原カスタム出たいなって思って、で、メンバー集めたんすよ。はいはい、あ、じゃあこの日出よう、決めましたってなったんすけど、なんと運営に連絡を忘れていて、当日になってその名前がうちらの名前載ってないみたいになって。そうやん。そう、しかもそれを私以外の2人が気づいて、先に、え、今日そうだよねみたいな連絡来て、やばいよ。そう、森田さんかわいそうやな、本当にやらかした。やってるな、それは。そうっていうのがつい最近あった中で、いや、最近落ち着いてますからねって言ってるからね。いや、違う、そういう、そういうのはちょっとほっといてください。そういうの一番、一番ほっとけねえよ。そういうのが。あ、そうっすね。あー、おかしいな。いや、やらかしたつもり、あ、やらかすつもりはなかったんですけどね。あ、びっくりした、やらかしたつもりないって言い始めたらもう。あ、違う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 。やばいよ。まだまだまだいけると思ってるのかと思った。違う違う、やばい人いっぱいいるからな、世の中には。いや、まあそうですね。おいこしさん、ネオポルテにいっぱいいるって言い出したのかと思った。いや、だから俺は疑ってるよ、まだ。あ、本当ですか？いや、うん、え、でも割と常識人だと思いますよ、私。それで？え、はい。ほら、怖いんだよ、こういうとこが。いや、違う違う、割とですよ、別に全部がじゃいないんですよ。全部がじゃない。じゃあ、ネオポルテの中だったら、はい、どう？しっかりしてる方？割と、意図よりはしっかりしてる。なんかずるいな、比較対象の出し方が。そう、ずるいな。なるほどね。ですよねって。まあ、ロイちゃんってその立ち位置なんだ。いや、でも、いや、糸井はだいぶ連絡周りとかしっかりしてるイメージあるけどね。え、私も。私も、いや、私も無理無理無理、今日は疲れても無理だって。もう。いや、渋かすはあれなんですけど。あれなんですけど。でもそれ以外は別に割と。割と。そうか。まあ、ノーコメントで。エド先輩なんか。何？モノマネできますよね。できないけど。おい。こん
この流れでヨズナニューができなかったらもうなんで振ったのか意味わかんない。そうよ。いやじゃあ聞いてみたかったんですよ単純に。単純に聞いてみたかったの。そう単純に、うん、なんか人がいる声真似を聞いてみたかったんですよ。これ配信者の方だよ。やばゆいから練習しただろって来てる。やべやべ。いやいや何したの？いや。なんかでも振るのも怖いんだよなちょっと。工藤新一とあとピカチュウとソーナンスとめっちゃ編集してない？そんな感じ。なんでそのバリエーションで最初に工藤新一が出るの？ちょっと待って、工藤新一が異色すぎないそのだけで。でもみんなから止められますマジで。だろうね。まだ聞いてないのに言うのもあれだけど。いいよ、その中からじゃあ自慢の一個披露してもらう。え、じゃあ、コロトック。え、コロボック。コロトックって知りませんか？コロトック。あ、知らないわこれ。知らない人にやってもダメだわ。だってさっきのバリエーションになかったもんそれ。なんで4つ目出してきた今。その中でって言ったのに。いや、コロトックが一番。コロトックが一番似てんの？知ってます、コロトック。だから知らないって。あ、そか。ごめんけど、それは。え、コロボック違いますよ。コロトックですよ。ポケモンですよ。え、ポケモンなんだ。ポケモンか。はい、ポケモンの、あのカマキリみたいなポケモン知りません？え、赤い？あ、赤、オレンジっぽい。あー、でも泣き声わかんない。この微妙なリアクション。だいたいそうだと思うけどな。俺もわかんないけど。あの、ちょっとなんかもう忘れてください。ちょっと言い出したにもかかわらずねー、恥ずかしくない。いや、違う、ねえ、コロトックは？じゃあ、なんで？結構高いですよ、なんか。なんで言ったって。これやつ。いや、これ、いや、わかりません。これわからないですよね。でも、わからないと本当にやったかわからない感じになっちゃうから、だからちょっとやめとこうかな。みんなどう？じゃあ、もううまいらしい。似てるって来てる。そうなんだよ。でも、知らない、コロトック自体を知らない人からすると何なんだろうこれみたいになっちゃうから。まあそうですね。あ、なったんですね。よかった。でも、ちょっとやめて。俺たちは何にも分かんなかったけど。でも一部のリスナーには刺さったみたいだから、まあよかった。あー、それはよかった。盛り上がってるよ、もうこっちも。よかったよかった。この時間が虚無を生み出さなくて本当によかった。このタップすごい、なんかレイト先輩。ちょ、レイト先輩。あー、待って、やばいやばいやばい、ちょっと待って。ねえ、情報量が。あんたの先輩になった覚えはありません。レイト先輩、助けて。ダメです、レイト先輩も死にます、今から。え、先輩、死なないでください。いや、無理です、これは。ちょっと待って、引っ張られた。何？私の。そう、しかも何話そうとしたか忘れた。レイド先輩に何か言おうかい。なんて言おうとしたんだっけ、もう全部飛んだ。あれ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 。ちょっとドローンが。右グレー入ってるはず。うわー、あれ。はい。なんとかウルト炊きますよ。これここの岩取りてえけど。はい。あ、そうだね。右にウルト欲しいわ。右か。ごめん、ちょっと微妙な位置にウルト引っ張った。これシーラの方カットかな。あ、割れてる、右割れてます。右潰すしかねえな。売れないよ。割れてます、割れてます。あ、入ってます。やっぱ。どこだ。おい、
長かった長かった本当にウィングマンの弾、あと一発だったあと一発危ねえ、あと一発危ねえ打ち切った